京セラの原点、誰かのため。その思いを発信する Z 世代に向けたプロジェクトを2021年にスタート。若者が抱える悩みにフォーカスしたオリジナルアニメを制作してきました。3回目となる今年は、オリジナルアニメに加えて未来を担う若者に寄り添う新たな一歩を踏み出しました。京セラの原点、誰かのため。今を生きる若者へのエール。桜が咲くと新しい一年を感じる。京セラは若年層向けプロジェクト第3弾として2024年2月20日よりオリジナルアニメーション「今は将来に入りますか?」を特設サイトにて公開。その PR の一環として今回3月1日より「これだから今の若者は」というキーワードでポジティブなメッセージ広告を東京メトロ東西線のトレインジャックで展開しています。若者の課題を自分ごとに重ね合わせた京セラ。オリジナルアニメによる手応えも少しずつ感じているといいます。両者の共通の課題に取り組んだのは、その当事者である京セラの若手社員でした。さらにプロジェクト第3弾では、若者と大人の世代間のギャップを問う調査を実施しました。
誰かのためを思って行動する。その今があなたの、そして誰かの未来を作ると信じて。